はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は本日からピックアップが来た高杉さんのピックアップについて引いた方がいいのかというお話していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、高杉さんのピックアップに関してなんですが、3月13日から3月20日まで1週間のピックアップがあるという感じです。で、今回ね、 CBC のピックアップに関してね、なんか結構ランダム感でなんかポーンってきつつ、なんか3月の27日から、4月の3日までね、なんかエドモンのピックアップがあるということで、なんかいろいろなピックがずっと4月3日ぐらいまで続いていくガチャなんだなと思ってもらえればいいかなと思います。で、それを踏まえた上で高杉さん引くべきなのかというお話なんですが、高杉さんは正直引かないでいいかなと思います。まあ理由としてなんですが、高杉さんが現環境アーチャーの中で強い分類になるかって言われると、そこまで強い分類ではない。まあどちらかっていうと趣味キャラだよねという感じなんで、そこを考慮した時に無理に狙う必要っていうのは個人的にないかなと思います。まあこの後来るやべえピックアップ引いた方がコスパいいっていうのもあったりするので、まあ高杉さんはまあ性能だけ見るとスルーするというのでいいんじゃないかなと思います。ということで高杉さんの性能見ていくんですが、高杉さんは特に強化等はされておりません。まあ去年実装されたサーバントなんで当たり前っちゃ当たり前です。ではスキル構成見ていくんですが、まず第1スキル、味方全体の Q 性能とバスター性能を3ターンアップ、防具使用時のチャージ段階を1段階引き上げる状態を1回の3ターン付与。第2スキル、味方単体のクリティカル威力を3ターンアップし、スキルチャージを1進める。第3スキル、自身にガッツ状態を1回の3ターン付与し、 NP を 30% 増やす、攻撃力を 30% アップするというスキル構成になっております。で、この子に関してはね、シンプルにね、スキル構成自体はまとまっております。まあ第1スキルでバフをして、第2スキルで単体バフ、自分を自バフするもよし、味方をバフするもよし、どっちかやって、第3スキルで NP チャージとかで防具回転しつつ耐久力を上げて火力を出すというキャラクターなんで、まあスキル構成は基本まとまってると思ってもらえれば OK です。で、高杉さんに関してまず第1スキルですね、まあ味方全体の Q とバスター性能を上げてくれるということで、 Q バスターのサポーターとして使えます。で、かつ OC を1段階引き上げてくれるということで、 OC で火力アップのキャラクターと組み合わせてあげると火力が出しやすくなるかなという感じです。で、そこから第2スキル、味方単体のクリティカル威力アップに関しては、素直にクリティカルの火力を上げてくれるということで優秀。ただどちらかっていうと、この子に関してはスキルチャージを1進める、こっちが便利かなと思います。まあ高杉さんに打って防具回転率を上げるっていうやり方でもいいですし、バスターの補助ですね、アルクウェイドとか、まあ防具3連発のバスターシステムがいるんですが、そこの CT を1加速させてオーダーチェンジでシステムを組んであげるっていう運用方法もできたりするので、 CT1 加速は結構魅力的って感じです。で、第3スキルのガッツに関しては、そのまま3ターン内で1回ガッツしてくれるということで耐久スキル、NP30% に関しては NP30% とアペンドの 20%、NP50% 霊装で自己完結可能ってことを考えると悪くないかなという感じ。攻撃力アップはシンプルに火力上げてくれるということで、高杉さんに関しては自身にバフをするならば、色バフプラスクリー力アップ、攻撃力アップ持っているということで、まあまあ悪くないスキル構成になっているかなという感じです。で、この子に関してスキル構成が弱いというよりも、防具構成がちょっと物足りないっていう感じです。防具に関しては自身の Q 性能を1ターンアップ、オーバーチャージで効果量アップ、アーツ性能を1ターンアップ、バスター性能を1ターンアップ、ともにオーバーチャージで効果量アップ、クリティカル威力を3ターンアップ、オーバーチャージで効果量アップ、敵全体に強力な攻撃ということで、この子に関して防具を打った後の追撃っていうのがめちゃくちゃ火力出ます。まあ、旧アーツバスターの色バフを全部打ってくれるということで、まあ、高杉さん、バスター2枚の旧2枚のアーツ1枚なんですが、マイティーチェーンする上でも火力が出るし、まあ、旧軸だった場合、普通に星出ししながらクリティカルの火力も出せるし、まあ、次のターン、バスターとかでぶん殴るって言った際に、このバスターバフですね、が行きやすいっていうのもあったりするんで、まあ、防具構成は、まあ、程よく悪くない。
まあ、正直1ターンしか続かないバフなんで、そこがちょっと物足りないなっていう感じはするんですが、まあまあまあ3色バフということで、まあまだ目をつむれる。そしてクリティカル威力アップに関しては、第2スキルと合わせてあげるとクリティカルの威力が 80% 再来上がってくれるということで、ここも急防具ということで、まあ、次のターンクリ軸運用してあげようって思うと悪くないかなと思います。で、まあぶっちゃけそれだけです。で、現環境やっぱアーチャーで強いキャラクターって特攻持ちなんですよ。神聖なり、それ以外で言うと星、まあ、ギルガメッシュのサーバント特攻ですねとか、天地特攻とか天特攻とか魔性特攻とか、まあいろいろ特攻を持っているキャラクターが比較的にアーチャー強いと言われている環境で、まあこの子に関してクリ軸で強いキャラクターとなっています。まあ悪くはないんですが、正直90プラプラとかで引っ張りだこになるかって言われるとそこまで、まあ、90プラでワンチャン使えるかなぐらいの性能となっているんで、まあ、そのことを考慮した時に高杉さんに関しては引く優先度的なことはちょっと低くなるかなと思います。まあ、やっぱり特攻持ちのアーチャーが強すぎるがゆえに、高杉さんある程度スキル構成がまとまってたとしても物足りなく感じてしまうという感じです。ということで高杉さん運用していくんですが、この子システム組む上では確かオダチェンしないといけなかった気がするので、ちょっと今回はこちらのパーティーでいきます。お疲れスコでいけたっけなーっていうのがちょっと覚えてないので、どんな感じになるのかっていうのをちょっと研究した上で今回やっていきます。まあただ NP 獲得量アップ等のスキル持ってないんで、ちょっと厳しめになるかもなーという印象です。はい、というのでまあ普通にバフっていくんですが、まあ普通のバフに関しては高杉さんに打っていいということで高杉さんに打ってあげます。で、第2スキルのクリ威力アップに関しては正直システム運用する上では基本使わないので、あんまり気にしないでいいのかなと思います。で、このまま普通にぶん殴っていきましょう。で、高杉さんどうだろう、ここで NP が 50% 分溜まってくれたらまあまあ別に OK って感じなんですが、溜まったっけな、30ぐらいで止まってた気がするんだよなって思ってたんだけど、 56% まで溜まっておりました。つまりオーダーチェンジなしでこの子システムすることができるということで、これはやっぱ便利ですね。一応念のためね、オベロン君を後ろ側に持ってきていたんですが、いやー、いらぬ心配でした。よかったです。ただこれ、アペンド開けて NP30% を生かしてやっていくという感じなので、ちょっとそこだけがもったいない点かなーっていうのと、ちょっとコマンドでね、今回マイティチェインができるということで、クリティカルがどれぐらいの火力が出るのかっていうのをちょっと見てもらおうかなと思います。まあ本来だとね、こういうので殴るのは良くないんですが、まあ、次のターンバスターのコマンドが来ないということで、あえてここで打っておきましょう。はい。で、 NP チャージに関してはちょっと後ろ側からオベロ持ってきましょう。はい。で、この子に関してはクリティカルめっちゃいい火力出てくれます。今ので多分5万ぐらい、アーツで出てて、バスターで、はい、まあスカリーのバフが入っているんですが、多分20万ぐらい、火力は出ているかなと思うので、相当いい火力出てくれます。まあ、高杉さんのいいところってクリティカル軸で相当いい火力出してくれるということは、まあ90プラプラとか90プラで運用しようと思った際に宝具を打ちます。はい、そのタイミングで宝具を打った後にクリ軸運用することができるっていうのが高杉さんの強みだったりするんで、まあ、ここに関してはうまいこと活かしてあげると、まあいろいろと運用に関してはしやすくなるかなという感じです。で、まあシステムができるっていうのがもう分かったということで、まあ素直に普通にバフっていくんですが、どうしようかな。まず一応バトルの速度を上げておいて NP50% して、そのまま殴ります。で、スター獲得見てもらったら分かるんですけど、もう余裕でクリティカルしてくれます。もう火力出しすぎっていう感じ、絶対クリティカルすることできるんで、まあ気にしないでいいかなって感じで、もし黒聖杯運用とかをする場合というか、まあオベロンを運用する場合に関しては一応これぐらいの火力が出てくれますっていう参考で見てください。まあ実際ちょっとね、今回 NP50% レースを運用しているんで、黒聖杯と比べると火力はめちゃくちゃ出ないという感じなんですが、どうだろう、今の火力で65万ですね。だいたい平均で31万出ているってことを仮定すると、ん56万だよね。ん ?66 万って言ったっけ ?56 万だったっけ、ちょっと覚えてないんだけど、だいたいそうだね。まあ平均で仮に、まあ19万ぐらい、出てくれるとしたら、まあ割とね、どれぐらいだろう。黒聖杯にすると、
だいたい火力がポンと1個伸びるので、防具レベル1でだいたい6、70万ぐらいは出てくれるかなという印象です。ただやっぱ90プラプラで運用しようと思うと、防具レベル1だった場合運用しづらいです。まあ90プラでの運用が防具レベル1だった場合安定かなという感じがするので、まあそこに関してはまあ正直、まあ自分の手持ちと相談して、まあいろいろバフするなり、まあ防具重ねるなりやっていくというのがいいんじゃないかなと思います。まああとは俺、レベル100にね、高杉さんしているということで、そのことを考慮すると、やっぱ90プラプラ運用に関してはちょっとしにくいかなと思ってもらえれば OK です。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それじゃあ、バイバイ。Thank you.